次にですね、予算が、まあ、昨日決定しましたので、はい、これをどう見たらいいのかということについての工藤さんのご意見を聞かせてください。ですね、この今回の予算はかなり決定的だったと思うんですね。つまりこのマニフェストという民主党のマニフェストっていうのは、うん、のストーリーってのはどうなってたかっていうと、まあ、その子育ての子ども手当とかその高速道路の無料化とかですね、いろんなことを含めて4年間の間に 16.8 兆円ですか、それをですね実現するために無駄があるから、その無駄をこう掘っていってですね、それから財源が捻出できるというストーリーで全てのマニフェストが構成されてたんですね。だから4年間は増税をやらないと、それから借金もそんな増やさなくても大丈夫だと。で、私たちはその財源ということに関して非常に曖昧なので、評価の選挙の時の評価は非常に低い点数をつけたんですが、結果としてその財源の捻出に失敗したと。つまりその財源の捻出という意味は無駄を削減してですね、それから財源を取るということに関してはうまくいかなくてですね、結果として埋蔵金、自民党の時もやってましたけど、それを使って10兆円以上お金を集めてですね、あと国債発行でようやくその前にあの予算を組んだというのが実態だったわけですね。でそうなってくると2つのことがやっぱり出てしまったわけですね。1つはそのマニフェスト、つまりこれからあのマニフェストを本当に実現できるのかと、その今回1年でもですね、埋蔵金を使ったりなんとかしてその頼ってその予算を捻出したんですが、埋蔵金は残念ながらもう底をついてしまっているわけですね。来年はほとんど期待できない。その中で借金を大きくしないというのであれば、本来は増税をしてですね、国民にそれを求めるか、それとも支出で約束した支出をそのやめるか、この2つしかないわけですよね。あとはもう一つは将来世代に付けを飛ばす形で借金をし続けると、国債を発行すると、これしかないわけですよ。そうなってくるとですね、そのどっちにしても全てマニフェストの変更になるんですね。支出を変えるというのはそういう約束をした支出ですから変える、それから政権としては増税をしないと言ってるわけですから、だからそれに関してもう変更になりますよね、やるとすれば。だから今回の予算を見て、これはマニフェストの政策を全て実行するのはほとんど不可能だったなと。これは来年 その増税も含めてですね、来年のその参議選挙までマニフェスト本気で変更していかないといけないところまで来ていると、そういう事態になったということをやっぱり政権は国民にやっぱり説明しなきゃいけないんだと思うんですね。だって約束なんですから、約束を実現すると思うということで政策をやってましたからね。なるほど。今の話を聞いて、かなり危機感を持ったんですけれども、ただ今の報道にしても、首相のご説明を聞いていてもそこまではっきりとは説明せず、むしろまあなんとかうまくいきましたって説明になってません。そうですね。だからね、昨日のその総理の発言を見てると、そのコンクリートから人という理念を貫いたと、それからその政治指導の徹底だったとか、それから予算プロセスが透明化されたとか、まあ、かなりいいことをやって、あとその約束のことは一部なくしたけども、しかしそのなくしたことに関しては修正をしていかなきゃいけないって言ってるんだけど、しかしこれはどうか予算の中身をきちっと見るとですね、本当にもう過労して捻出したと、しかも今回は税収も大幅に減ったということも結構あったということもあるんですが、しかし民主党政権には経済をかなり大きく変えていくという戦略なり政策がまだ提案されてないわけですね。それからその透明化っておっしゃったし、その工事からその人って言ってるんですけど、しかしその確かにその景気を回復するんであれば、その本当のことを言うと公共事業ということだってあるわけですね。でもそれをやらないって形で人にだけを配るっていう形なんですが、その財源は来年以降は目処が見えないんですよ。そうなってくると今回だけは過労してやったということを説明しているけれども、来年以降に関してほとんど目処がつかないという大変な事態になっているということは説明していませんよね。なるほど。そうしますとね、やっぱりこれからもかなり注意をして、私も厳しい目でウォッチしていかないと、この国の将来どうなるのかというところがなかなか不安が残りますね。そうですね。僕はですね、やっぱり非常にその本質的にやっぱり疑問があるのは、その政治が政策を考えるときにですね、やっぱ選挙という要素が非常に強すぎるんだと思うんですね。で今もやっぱり来年の参議院選挙に向けてどうすればいいんだろうという形
形がやっぱり見え隠れするんですよ、うん、だけど政策ってのはやっぱりそのアパールという科学なんですよ、うん、つまり何のためにつまりその時代の社会に抱えている課題をどう解決するかということに答えてない限り、うん、やはり政策とは言えないわけですよね、うん、それに対するきちっとしたその政策の体系というのが、うん、なかなかその政治レベルで出てないということが非常に気になるわけですね。それで実は僕たち の、 そのアンケート調査で実はさっき言わなかったんですが一つ注目できるそのアンケート結果があったんですが日本の今の政治状況を例えばその二大政党の中でそこに安定化していくというふうに見てる人がすごい少ないんですよ。それよりも選挙でポピュリズムになってですね将来に対して非常に混乱が広がっていくと見てる人が有識者の中でかなり多いんですね。つまり日本の政治はまさにその政策今の日本の社会をの課題を解決して未来に対してきちっと政策を挑んでいくという形に変えていかなきゃいけない、うん、そういう意味で積極的にですね、うん、今回こうダメだったからマニフェストを変えるんじゃなくて、うん、積極的にでマニフェストを変えてやっぱり国民に信を問うていくという形に変えていかないとね、うん、やはりその約束を軸にした政治って実現できないんじゃない、できないんじゃないかという今回すごく感じました、はい、分かりました。そういう意味では有権者も今度こそは、マニフェストの政策を見て判断をするということが求められるんですね。そうです。